今回英国時間10月26日、日本時間10月27日に待望の第5世代のレンジローバーの発表がございました。この新型レンジローバーはランドローバーのフラグシップの車であると同時に全 SUV を牽引する SUV の車だと思っております。4代目のレンジと比べて洗練性、快適性、パフォーマンス等全てが上回っているスペックに見られます。私も現車はまだ見たことがないんですけども、皆さんと同じように YouTube とか動画とかでいろいろ見させていただいておりますが、皆様からいろいろと教えてもらっている状態であります。今後現車の確認等ができますと、皆さんにより多くの情報が伝えられるかと思います。まずは今後のスケジュールについてご説明いたします。冒頭お話をした通り、10月27日にワールドプレミアムで日本での発表を受けました。その後10月29日にローンインチエディションのプレスリリースがありました。で、11月1日から12月19日までローンインチエディション限定70台の受注を受け付けております。まあ、こちらは忖度がない抽選販売という形で、今からでも最後の追い込みで注文を受けたまることはできます。それではまず最初に今受注を開始しておりますローンインチエディションについて簡単に私の方からご説明させていただきます。ローンインチエディションっていうのはどういうグレードになっているかといいますと、1年間限定カタログモデルのファーストエディションがベースになっております。ファーストエディションからはホットマッサージ付きのシートとかというのが装着されているモデルになっております。で、ご存知の通り外装色内装色というのが全て決まっておりまして、限定台数70台という形になっております。こちらのモデルの最大のメリットというのが、いち早くお客様に届けることができるということになっております。今の半導体の状況とか顧みてたとしても、一応メーカーとしては5月末から6月ぐらいにはお届けできるのではないかというふうに計画されております。ではファーストエディションというのがどういうグレードかといいますと、最初に言いました1年間限定のカタログモデルになっております。で、こちらはレンジローバーの最高峰のグレードであるオートバイオグラフィーがベースになっております。で、そこに23インチのアルミとかリアエンターテインメントシステムとかが装着されていて、最高の装備がついているモデルとなっておりますので、ご検討の参考にしていただければと思います。で、この後皆さんが一番知りたいスケジュール感としましては、年明け1月17日からプレスイベントがございまして、1月17日からカタログモデルの受注が開始される予定になっております。実際に皆様が実車を見られるタイミングとしましては、5月末ぐらいに各店舗に新型車の配車がされる予定になっております。現状の予定では6月初旬頃に新型レンジローバーのデビューフェアを予定しております。ただし昨今のコロナの影響、半導体不足の影響でスケジュール等が変更されることもありますが、現時点でのスケジュールとして捉えていただければと思います。続きまして、来年の1月の17日から予定されておりますカタログモデルでのオーダーについてご説明いたします。こちらのカタログモデルにつきましては、ウェブ等でカスタマイズができるような状態になっておりますが、今のモデルにさらに SV モデルとプラグインハイブリッドモデルが追加される予定になっております。この SV モデルにつきましては、セレニティカテゴライズとインテレビットが用意されております。セレニティというのがラグジュアリーのパッケージになっているもので、インテレビットというのがスポーティーなパッケージになっていると聞いております。まあ、このモデルも含めて、仮にローンインチエディションで外れてしまったお客さんにつきましても、ローンインチと同じような仕様の車が自分のカスタマイズ、お好みに合わせた仕様でオーダーができることになりますので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。気になるデリバリーにつきましては、こちらの方はローンインチエディションと違いまして、もう入れたものから順番に生産していく形になりますが、早い方は7月の初旬ぐらいからデリバリーがされるのではないかと計画されておりますが、こちらもコロナの影響や半導体不足によって、場合によっては7月以降ではなくて8月9月10月になる可能性もございますので、オーダーの方はもう早めに入れないと、
早めにデリバーされないというのが昨今の状況になりますので、ぜひ、三島店でのオーダーの受付をお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。